こんな物語はどうだ。国王が崩御した後すぐにベルを一般市民から選定した。で、もうすぐ次代の王が決まりそうだ。これで万々歳と思った矢先、とある疑惑が浮上した。ベルが選んだその王子は偽物だったんだよ。
まあそうだな。けど俺はやすやすと死ぬ気はないぜ。俺は兄弟たちを信用してる。あいつらだから命を預けられる、そう思った。心の底からな。それにあいつらには真っ赤な嘘だと言ったが、自分の真実で国を救えるかもしれねえんだ。本当にそんなことができたとしたら、お前が大好きな物語以上に最高だと思わないか？